大谷選手も帰国して間もなく合流、あと少しで30人全員が揃う日本代表ですが、その代表の中で大きな役割を担っているのがチーム最年長のダルビッシュ有投手です。昨日もお伝えした松坂大輔さんとの対談、その続きをご覧ください。日の丸をつけてプレーするのが、約こう14年ぶりですか。はい。当時とこの自分の今のこう立場の違いとか感じてますか。立場の違いっていうのは正直ちょっと分からないですけれども、当時はやっぱりいろいろこう自分若かったので、こうまあ調子に乗ってる部分だったりとかたくさんあったんですけど、ただ覚えてるのはこう右も左も分からないで。すごく一番若い方だったので本当に先輩方についていくっていう形だったのを覚えてます、はい、本当ですか。もちろん、はい、そういうこと何も分からない。そうですよね。2009年ダルビッシュと松坂が共に戦った第2回 WBC、 松坂は日本のエースとして2大会連続の MVP に、一方ダルビッシュは22歳の若さで先発抑えに大車輪の活躍、2人は世界一への立役者となりました。当時僕はもうやっぱり日本のピッチャーで言えばもうダルビッシュ投手がもう若いですけど、もうやっぱりしっかりこう結果を残してきて風格あるなと思って見てました。あ、本当ですか。ありがとうございます。全然その先輩についてくっていう感じじゃなかったけど、僕は2009年の時にそれこそメインからこっちに、この辺に移動するバスの中でダルビッシュ投手からメディア対応どうしてるんですかって、今思い出しました。思い出しました。覚えてます。それは。覚えてます。はい、いやそれ機会でやっぱり未だにそれを覚えてて。あ、ちなみに当時僕のことどう見てました。もうとにかく自分楽しみにしてましたし、はい、でもやっぱりすごく気さくに話しかけてくださったじゃないですか。で結構だから若手にもこういじられるというか、そういう感じ、いいのかなって。そういう雰囲気をこう行く前はそんなことできると思ってなかったですけど、はい、会ってから 2,3 週間でそこまでできたので、はい、だからこうやっぱり自分が年取ってきてやっぱりこう器とかその懐の深さが全然違ったなっていうのはすごく今になって考えを感じてますね。僕はやっぱりなんかほっとしましたよね。年下からこう、あ、本当ですか、いじってくれて、はい、いやもうなんかちょっと本当に失礼しました。いや全然本当にひどかったと思います。良かったです。思い出してくれてよかったです。第2回 WBC の開幕前、番組キャスターだった栗山英樹監督のインタビューを受けた2人。当時、松坂の存在についてダルビッシュはこう語っていました。メジャーでバリバリやってる人がこう壁を作らないっていうのはやっぱりすごい、みんなが一つにまとまる上ではすごい人なんじゃないかなってやっぱ見てて思いますね。それはもう吸収できるところは全部と思ってますけど。14年の歳月が経ち、今度は自分が現役バリバリのメジャーリーガーとして侍ジャパンに帰ってきました。合宿初日から初めて一緒にプレーする選手たちと壁を作らず、積極的にコミュニケーションをとっています。なんかいいですね。なんか結束力を固まっていくこの速さっていうんですかね。2009年よりもいい感じで進んでますね。そう思いますか。思いますね。想像から見せても。見ててもなんかいいなと思って、話の輪の中に入りたいなと思ってから、もっとこうなんていうのかな、ピリピリしてるのかなっていうふうに思ってたんですよ、はい、うん、
まあ、前回その2009年も、はい、まあ、みんなワイワイはもちろんしてたと思うんですけど、はい、それ以上になんかリラックスしている感じがすごくあって、はい、そこがちょっとびっくりしました、はい、このチームの中で自分はこういうことを、まあ、していきたいというものって何かありますか、うん、やっぱりこのみんな WBC っていうことであったりこのファンの方々のまあ数であったりとか、まあ、報道陣の数であったりそういうところでこう緊張してしまったり、はい、なんかもっと力なんか入れようとしてしまったりするところをなるべく会話とかそういうコミュニケーションのところでこう日常に引き戻すじゃないですけれども役割じゃないですけどそういうことはちょっと心がけたりはします、うん、ここまでこう自分で言うのもなんですけど人間的に落ち着くとは思わなかったですだからそういうふうな今見るとですけどそういうふうになるとは思ってなかったと思いますね、うんうん、やっぱり結婚であったりとかなんかいろいろ子供との関係であったりとかっていうのはやっぱすごく大きかったと思いますけど、はい、それは感じます選手としては、まあ、全く想像も何もしてなかったので分かんないですけど、うん、こんなにまあ長くやってるとも思ってなかったと思いますねあ本当ですか、はい、うんうん現在WBC に参加するメジャーリーガーとして侍ジャパンに合流しているのはダルビッシュのみまもなく合流する大谷翔平についても気にかけています大谷選手もこの前連絡取りましたし、はい、もうちょくちょく連絡は取ってます特に大谷選手はみんな知らなくてあれだけ大きい存在なので、はい、こうなるべくなんていうのかなこうみんなが構えないようにメジャーリーガーって全然大丈夫だっていうふうに、まあ、思ってもらえるような雰囲気作りは一応してるんですけど、まあ、それはあの大谷選手にはまあ伝えてないですけどこの後またしたいなと思ってます、はいはい、いよいよ来週開幕する WBC ダルビッシュがこの大会を通して伝えたい思いとは、まあ、あの皆さんこうやっぱり優勝だとか世界一っていうのはすごく分かるんですけれどもやっぱり自分たちやってるのはやっぱり野球なので、はい、野球はやっぱり最初楽しそうだから始めたっていうところで、はい、まあ、こうやって結束力をなんとか高めたいって自分が思うのも勝っても負けてもやっぱりいいチームだとずっと思い出に残ると思うんですね、はい、でやっぱり今子どもたちの野球離れであったりとかそういうところがすごくこう言われる中で自分たちがもう実力で見せるってことはずっと長年やってきて、うん、あとじゃあ何ができるんだってなった時にやっぱり見てて楽しそうだなとかああいうところでこうああいうユニフォームでみんな明るく野球したいなって思ってもらえることがすごく大事なんじゃないかと自分は思ってて、はい、なのでそういうところをこう見て感じてこう将来の子どもたちに将来のまあ野球選手たちにこうつながっていける大会になってほしいなというふうには思います、はい、アメリカまでたどり着けるようにまずは、はい、アメリカまで連れてってくださいみんなで頑張ります、ね、本当に本当にダルビッシュ投手の存在っていうのが日本の若手の選手たちに本当に大きなこう財産になってるよねっていうのは、うん、昨日松坂さんともお話ししました、はい、人間的にここまで落ち着くと思ってなかったっていうのが、ね、はい、面白かったですけどね変わったなって松坂さんもおっしゃってましたね、はい、そうですかね、はい、本当にキャンプ中も引っ張るのではなくて一緒に頑張るってダルビッシュ投手がおっしゃっていたのも非常に印象的でした、はい、2夜連続でダルビッシュ投手の特集をお伝えしましたが明日は松坂さん取材佐々木朗希投手の特集です。